おしんでございます。お元気でいらっしゃいますでしょうか。今日がいい天気でいい日だったらいいなと思っておりますけれども、誰かね笑顔でいていてくださればなと思っております。でですね、本日早速テーマに、いきたいと思うんですけども、人間構築を築くためにということでね、今日はちょっとお話をね、させていただきたいと思うんです。ただね、今日のお話の中では何かと言いましたらね、自分自身のやっぱり自分自身の考えをしっかり持つということをね、お話ししたいと思うんです。もう私自身もね、今もですけど、多くの方にこうさなってるわけですよ、でそんな中でですよね、自分自身がずっとこれからもこの例えば A さんという方がいたとしますよね。この方と人間関係をずっとつないでいきたいなと思ったとしますよね。きっとあなた様もちょっと頭で浮かべてほしいんですよね。あ、そう、その A さんは俺にとって私にとってこの人っていうね名前がつくと思うんですよね。いらっしゃると思うんです、ね、で私だったら例えばねその A さんとしますよね。でこの人との関係性をつなぎ止めていきたい、つなげていきたいと思った時に、実は長くつなげるためにはですね、もう最初からちょっと答えをね言いたいと思うんですけどもね、絶対にやっちゃいけないことがあります。絶対にやっちゃいけないこと、これ何かというと駆け引きです。もうここなんですね。あとね、その駆け引きって話をしましたけども、一番こうあるのはですよ、特に自分がこの人とって思っている方の場合によく起きりがちなことを話しますね。これは多分全員結構あると思うんですよ。ただ私だったらこの A さんに対して、この A さんから何かを買ってくれとか契約してくれって来たとしますよね。でこの時に昔の私はですね、こんなことしてたんですよ。あ、この人との関係をつなげていくにはこれを断れない、断っちゃいけないと思ってたんですよ。ね、だから依頼されれば、頼まれれば、ああ分かりましただったんですよ。でもですね、だんだんとその要求が増えてきたり大きくなってきた時にはてと思ったんです。はてだとついたんですよ、私の中でね。何かと言ったら、多分あなた様も想像しているけど分かると思うんですけど、分かってくださると思うんですけども、あれ俺都合良くないこの人にとってみたいな感じになってきたんですよ。でその途端にある時この方がね飛んだんですよ、私。その時にあれと思ったんですよ。私はねこの A さんを人としてつながっていきたいとね思っていたのに、 A さんからしたら私は断れない後輩、同僚、友達みたいな感じで私を見ていたんだなっていうことに気づいたんですね。これってめちゃめちゃ寂しくないですか？寂しいですよね。なんかこう、なんだったら悔しかったり怒りが出たり、ふざけんなみたいな感じになるわけですよ。ってことは自分がね思ってたのと違ったので、はぁっていう経験が何度か私もあるんですね。でもそれからある時はやっぱ気づいたんですね。お嬢さんに言われたんですけども、お前なとね、その出来事を話しました。お嬢さんにね、お前さ、物のやり取りでね、やり取りばっかりしてるやつと人間関係続くと思ってたのかって言われたんだけど、思ってましたって素直に言ったんですよね。思ってたから、そしてお前さって言われたのがあったんです。何かなんですけど、物のやり取りばっかりしてる中で信用は生まれないよって言われたんですよ。と思ったんです。その時私は全然なんかそうなんですかみたいな感じだったんですよ。でも今のね、私からしたらですよね、
やっぱり人として付き合っていくってことであれば、私がね、この例えばこの A さんみたいな人から今度何かを依頼されて頼まれたとしますよね。また買ってくれとかね、契約してくれって言った時に、私はこの人と関係性を崩したくないから、以前は分かりましたって買ったりなんだりしてたんですよ。でも今の現在の私はどうかと言ったら、こういった人から依頼された時に私は問うわけですよ、ね、何をって言った時に、私はあなたとこういうもののやり取りの関係じゃなくて、人として付き合っていきたいとは思ってるんですけど、このやり取りが始まったら関係性が変わりますけどいいですかって聞くようにしたんですね、うん、したんですよ。そしたら相手の方があれって思って、ここで試されるのは相手なんですよね。ね、この人はいやいやいや、おしんさんと関係性崩したくないから、じゃあごめんなさいねって言って引くか、もしくはいや変わらないからぜひ買ってくださいよ、力貸してくださいよってくるかで、今度は私がこの人を見る感覚や感性や、ね、この人を見る見た目、ね、関係性を見直すようになるんですよ、ね、こうすることによって自分が誰と本当につながっていきたいのかっていうことがすっごく明確になってきたんですね。だから自分自身がなぜあなたと付き合っているのかっていうことを言うっていうのが大正解だっていうことなんですよね。そういったことを相手にもし言いにくいと思ったとしますよね、自分が。ここもう答えなんですよ。言いにくいっていうことは、そんな関係、いい関係作れてないんですよ。ってことは、ね、お師匠さんに言われたことのことを言いますね。この人と関係を切れたとしても、もっとこの人よりもっといい人とお前出会えるから切った方がいいってことです。お前にとって良くないし、相手にとっても良くない。だからお前は新たな関係性を築ける人間と出会った方がいいよっていうのが、私にとってドカーンと起きたんですね。なるほどなと。そうか、私にとってはこの人しかいないと思ってたけど、そうか、この人以上の人ってやっぱ世の中たくさんいるわと。だったらそういう人ともっと出会っていきたいなと思ってから、人間関係をどん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 変えられることが自分の中で億劫じゃなくなってきたんですね。なんでかというと、どん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 その自分が求めているような人たちの素敵な方にどんどん会えるようになっていったんですよ。ってことは何かって言ったら、依存をしなくなっていったんですよね。依存をね。だから自分にとってバランスのいい関係値を築いてくる人と、人として付き合っていってくれる人を見つけていったので、そういう人ね、人としてちゃんと自分のことも大事にしてくれる人、みんな好きじゃないですか。信頼しませんか。しますよね。そうですよね。ということは、自分という存在を大事に扱ってくれる人を好きになって信頼するわけですよね。ですから、そのね、何かを依頼ばっかしてくるとかね、文句ばっか言ってくることとかっていう人と関係値を持つ必要ないんです。全く自分を生かしてくれる人なんですよね。生かしてくれる人、自分を高めてくれる人と付き合っていくってことなんですね。その時に一番大事なのは結果じゃないんですよ。自分と共に高め合っていける人かどうかってことなんですよ。もしくは完全に自分が尊敬しきれるかどうかってことです。
ここが非常に大事なんですよ。本当に尊敬できるような人になったら、自分の思っていることや感情や、ね、悩みを全部言えますから。中途半端が言えないんですよ。中途半端な関係だったら言えないですよ。ってことは、それまでだってことなんですね。だから、そういった点で自分自身がこれから特にね、これから本当に大事な関係性を人と築いていこうと思った時にですよ。その人とのバランスをどうやって築いていこうかと思った時には、自分からね、きっちりと自分の気持ちを伝える。あなたとどのような関係を築いていきたいのかっていうことを言うことによって、相手との関係もさらに良くなるかもしれないし、この人じゃないくて他にもっと素敵な人と出会うようなタイミングかもしれないっていうことなんですね。そういったところで人間関係の構築っていうところでね、非常に自分の気持ちを大事にしていくことが何よりも大正解ですよっていうことをね、今日はお話をしたかったんですね。ではですね、またね、この新チャンネル、ぜひともチャンネル登録、グッドボタン、何卒よろしくお願いいたします。そしてね、また次回もお会いできることを楽しみにしております。また次回お会いしましょう。このチャンネルでは、人生を好転させられるようなこと、そしてうつ病、借金、家庭崩壊を乗り越えてきました経験者の私の目線で、お話をさせていただいております。またですね、 SNS 等もやっておりますので、概要欄からぜひチェックの方をしてみてください。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。